私あのゴリ押しマンなんですよ。いけーって感じなんです。攻撃を受けていましたが、うんうん、レベル差があるかな、うん、ラビルス行っちゃおうかなと。一撃ですよね、そりゃ。一撃でしたね。ゆうきさん結構ゴリ押しで、はい、クリアしてしまったと思うんですが、長きました。次回超深淵、ゆうきさんが一人で挑戦。ありましたもんね、うん、一人でっていうのは横にもいないってことですか。そう。皆さんこんにちは、声優のゆきかなです。ファンキルゲームズ攻略ライターの福士です。あの前回の最後になんか指令みたいのが届いて次回はゆきさん一人でって書いてあったじゃないですか。いるじゃないですか。よかった。何言ってるんですか。僕テーマ言ったら帰りますよ。本当ですか。はい、やっぱり。もちろん。今日のテーマは何ですか。ラブリウス暴走超深淵です。お、ゆうきさん一人でやってみたです。やってみたということで、やっぱり今日は一人でプレイすることになるんですね。ちなみにですが、はい、これクリアで視聴者プレゼントがあるので。そうでしたね。はい、ぜひこちらゆうきさんには頑張っていただかないと。はい、みんな悲しみますよ。そうですよね。いやでも言うて先生の生徒になってからもう何回も経ちましたから、これぐらい一人でやってみせますよ。よかろう、よかろう、頑張ってみよう。本当に行っちゃうんだ。あ、うわ、この場所で一人でいるのはなんか変な感じですね。真ん中に座っちゃうぞ。それでは頑張っていくぞ。はい、一人です。やっていきたいと思います。いやー本当に緊張する。頑張れ。まずですね、デッキを説明したいんですが、まず私80レベルのキャラクターが3人しかいないので、うん、その3人、カノンちゃん、ルナリスちゃん、ピンキーちゃんの3人と、あと福士先生 あのゲームビズさんの方ですごく評価の高い馬匠戦ちゃんを連れていこうと思いました。これ嬉しいな。で推しのギランダルちゃんです。うん、推しのギランダルちゃん。で、お友達は正宗ちゃん。でですね、あのやったことないんですが、前回ラベルスのあの暴走普通のあの深淵をやった時にひどかったやつだ。斧デッキ違う、斧と弓が多かったのかな、確か。あとマダンも多かったかな。っていうのをマダンそんなに多くないかな。考慮してこんな感じにしてみました。リーダーを馬匠戦ちゃんにしてみました。いいチョイスだ。魔法防御力が上がるってやつですね。うんうん、では、これフレンドストーリーのいい感じだな。これを説明してる裏で、うん、先生はなんだ見てるんですよ。めっちゃ見てます。勇気偉くなったな。偉くなったな。こんな説明しちゃってみたいな。でも結構いい感じに説明できてますよね。福士先生何してるんだろう裏で。見てますよ。めっちゃ喋ってます。全体をまず確認しろって言ってた。うん、え、ラブルスちゃんどこ？あ、いた。いたけど隠れてる。髪の毛がここにいるんですね、ボスは。うん、じゃあ、あ、またおかけなんですね。舞台表見ないのがダメかな。上のこの子が射程3マスなのかな。そうです。え、射程3マスだ。そうなんです。射程3マスのマダン持ち。これからどんどん珍しくなくなりますね。でこの子はデュランダルちゃん要員、なぜなら丘の下だから。弓、斧ってことはフェニックスナイトだし正解かな。これ前回みたいにご了承したらこれもう怒られるんじゃないかな。まだ大丈夫。怖い。なんかすごいオーディション受けてるみたいな気分なんですけど、評価されるっていう。まあ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 、うん、うちのカノンちゃんね、なかなか強いですから、ね、きっと大丈夫。ちょっと強すぎるくらい強いかな。あ、怖い。あれ、これってルナリスちゃん届くかな。うん、うん、あ、届いた。あれなんですね。あ、今あ、よかった、61だから2回攻撃だから。本当に私一人でボソボソ喋ってますけど、本当に誰も何も言ってくれないんですね、これ本当に。敵の仏庫を確認しなかったのはちょっと良くないかな。よし、攻撃届かない。進め。なんか射程の読みはすごいいいですね。いけいけいけ。
結構イケイケってやってますけど、慎重な感じがすごいする。頑張れ頑張れ。福士さんいないけど寂しい？いや別に寂しくないです。全然寂しくないです。僕は寂しいぞ。いやでも心細いです。どっちかっていうと。僕も心細いです。だってもしいたらきっと、なんでよいちちゃん入ってないのとか言うんだよあの人。そんなこと言わないよ。待って、ちゃんと確認しろって言われた。えい。あ、届く。ってことは、射程ちゃんと読んでる。よし。よし。いいな。よしよし。それがここまではいい感じなんじゃないでしょうか。ただドキドキ、ちょっと配置的にデュランダルちゃん、確かそこ増援来たような気がするな。あ、でも増援が来るよね。そう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 。分かってる。これはですね、結構まばらに来るんで、下の弓キャラ、これをどう処理するかっていうのがあるんですね。弓が2人で、これ読めるかな。こっちが飛んでる子だから範囲が広い。槍じゃない、斧が3人。うまく攻撃範囲を読んでいけるかな。この範囲、この斜めの範囲からこっち側を処理します。そうです。まずはこの子。よし。じゃあルナリスちゃんは奥の子にしよう。そう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 。よし。そっか、槍だから弱いのか。これちゃんと射程2マスを読んで攻撃してるのはいいですね。ここは芭蕉扇ちゃんとかどうだろう。えい。あ、こっちの方が良さそうかも。まあ、どっちも倒せそうな気がしましたけど、ちゃんとね、分かってるな、考えてるんだぞってとこをね、アピールしないとね。いや、なんか結構いい感じに進めてるじゃん。なんでこんなに赤範囲が広いの。この子か。そうです。ルナリスちゃん行っちゃって。いや、とりゃちょっとルナリスちゃんに頼りすぎじゃないかな。射程を読んで、ユニコはきっと歩いてきてくれるから、ここで待機しよう。そうです。で、デュランダルちゃんどうするのこれ。デュランダルちゃんは合流した方がいいんじゃない。あれ、そっち行っちゃう。おお、これちょっと危ないんじゃない、ね、デュランダルちゃん。で、ここでターン終了。これ確かそこに増援来るでしょ。どうだ、どうだ、いい感じじゃないかな。今ポカしたよ。どや、どや、どやじゃない。飛行タイプはなんでこんなに真下に来るんだ。固まってる方に来てますね。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしよう。逃げれる、逃げれるね。え、え、え、マダンモチじゃなかったっけ。どうすればいいのこれ。まずまずまずこの3人はシカトしましょう。シカトしてこっちの範囲でやり逃げる、ここがまずこの2人を倒すのに距離1を使おう。そうです。で、下にいるやつはもしかしたら上から撃てるかもしれない。そう、弓は、射程1マスで隣接して攻撃すれば反撃はされないですね。マサムネちゃん、いい、フレンドのマサムネちゃん、強い、可愛い。ヌランダルちゃんどうするんだろうな。そっか、どうしようかな。そうだよね、これ一人ぐらい倒せるかな、ヌランダルちゃん。いや、ちょっと危険じゃないかな。倒せる。そっか、マダンか。デュランダルちゃん最後にして、これデュランダルちゃんがフェニックスナイツだったからよかったんですよね。まずまず、届く、届かない、ここだ。とりあえず避けた方が、そう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 、ベース、これデュランダルが、もしもアークドラグナーみたいにマダンに弱いジョブだったら多分結構危ない感じになってました。下物おびき寄せますか、この2人は。デュランダルちゃんに、1マス間違えてる。まあね、わざとなんですけど、まあこの子がね、どこのマスまで行けばいいのかなって、ちょっとなんか味方で見栄えで森の上とか覚えると分かりやすいかなって。一旦ぐらい頑張ってくれるでしょう。そしたらここは、そっちに行っちゃう。ここで、そう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 、でちゃんと弓には近接して攻撃しようよ。開き直る、ありますよね、よくね、ね、まあ、ね、ほら、優しい。なんで赤枠があるんだ。これデュランダルちゃんの位置的に結構まずかったね。そうだ、この子も飛んでるんだ。フェニックスナイトがマダンに強いジョブだったから良かったものの。いいですね。良くないよ。あ、1しか食らわないのはやっぱり芭蕉扇ちゃんのリーダースキルとかも相まって。全てはユニットのおかげですよ。防御力が、ジョブを間違えたら死んでいましたよ。食らっても大丈夫だと。まだ来る。で、この子はグランジャルちゃんで、ベシ。
ちゃんと裏を取って、まあ、味方に合流しやすいようにするっていうのはありですね。先生見てるかな。見てるぞ。ちゃんと、うっ、3人こんなに固まってるんだ。まあでも楽勝でしょ。斧だから一応反撃を食らわないところから、うん、そう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 、反撃を食らわないっていうのが一番大事です。近接して攻撃すれば弓は反撃できない、うん、強っ。強いな。こんなに出るんだ。政宗ちゃん、ピンキーちゃんで、違う、あ、槍か、倒せない、66じゃ倒せない、うんうんうん、ここは安全に、うんうんうん、カノンちゃん、うん、エターナルズライト、このスキル好きなんですよね。ね、かっこいいよね。見てて気持ちいいだよね。さあ、これで赤枠がだいぶ減るでしょう。これはもうカットも同然ですよね。増援がまだいるんじゃないかな。あれ、うん、なんか埋まってる。この弓キャラクター結構確か他と比べて性能高かった。馬昇船ちゃん行っちゃってください。うん、大丈夫かな。だよね。あ、結構食らうんですね。馬昇船は自己治癒持ってるから。あれ31も食らう。強いんですよ。しかも一発で倒せないから、うん、必殺が 5% のすごい確率でクリティカルを食らって死ぬ可能性がある。他のマダンはある。他のマダン使わないの。 あれ、他のマダンの使い方もしかして届かない。知らない。ルナリスちゃんならきっと一発でやってくれ。ちょっとやっぱルナリスに頼りすぎじゃないかな。そんな顔してるけどヒプノスどうせ出るでしょ。好き、よし。まあね、このようにこのようにルナリスちゃんでね、一発で倒すと反撃を食らうことはないですね。ルナリス禁止でしょ。よかった。家みたいな感じ。後ろにポスター貼ってあるけど、うんうん、いやでも家もこういう感じで一人でふんふんってやって、うん、声には出してないですけども、まあ、心の中であやっちゃったとか、うんうん、こうやってとかは思ってますが、やるやる、あのね、それ以前に本当にね、裏で何を言われているかわからないんですけど結構好き勝手福士先生は優しいからね、きっと、うん、届いてない。さあ、これどうしよ う, うするのかな。待って待って、先生に考えるんだ感じろじゃないや、うん、感じるの考えろってね、いつも考えるの感じろってめっちゃダメじゃん。考えります。これは、うん、射程3。そうです。これは1、うん、これも1で、確かこの子は入んないと動かないって言ってた気がするけども、解放は2つありますよ。これ、これどうすればいいんだろう、うん、これはまあそのラブリュスの攻撃範囲まで行かないっていうのが一個の解放ですね。ギリギリまで連れて行く、うん、とかかな。この赤枠にとらわれずにラブリュスの攻撃範囲を見るかどうかが大事です。とかしとく、うんうん、へい、まあありっすね。もうギリギリまで詰めてもう一回考える。もうちょい詰めれるんだけどな。詰めた。もうちょい一回ターン終了してみる。周りの人たち来ないかな。来ないんだ。そうですよ。来ないんだ。前の敵が来てもいいんだよね。ルナリスちゃんが届くよね。そしたら、うん、え、そしたら奥の子が倒せないから、うん、先生助けて。助けないです。まずこの子をカノンちゃんで倒す、うん、あ、そっち行っちゃうんだ。倒す。これ反撃食らうんじゃないのかな。待って、今 HP144 なかった。はい、これもやっぱ強い人がいるから。強い。痛い。これは強いな。力入ったら痛いな。なんか強いね、カノンちゃんで。ちなみにこれラブリュスはターン経過させれば勝手に出てきてくれます。食らうね、うん、一発じゃ倒せないもんね。でもどうせヒプノス発動させちゃうんでしょう。スキル発動するだろう、うん、みたいな、これまあみたいな。ね、必殺もアップしてるし、言って匠味方さんなので、うん、それは倒すわな。発動率はかなり高いんですよ。あれ、匠味方だと禁止だな。ないですよね、確か。
違ったっけ、あれ合ってるよね、合ってる、ね、合ってます合ってます。で最後のどうしようって話で、ここはもうカノンちゃんかルナリスちゃんに一発耐えてもらいましょう。ちなみにラブリュスは、射程2マスまで攻撃できないんですね。さあ、まあ、そっか3マスなのか、まあ、これ油断してるとね、あの魔法を低いキャラクターとかやられちゃうんで注意ですよ。ルナリスちゃん最後までルナリスか、ここいただいちゃいましょうか。最初にねちょっといた場所、これで終わりだ。ちょっとこれ終わったらルナリス刑事出さないかな。そういえばドロップしてなくね。してた？してない。でもまあありがとうございます。クリアしました。イエーイ、やったぜ。ゴリ押しだったな結構最後の方。いや結構基本に忠実な感じで慎重に最初は進めたんですけど、要所要所難しいところは全てルナリス頼りでしたね。これレベルの高いパーティーだったからよかったけど、ちょっとレベル低かったらどうなってたのかなって、ちょっとそこら辺今から話してこようかなって思います。おかえりなさい先生。お疲れ様です。ああ頑張ったんですけど、見てましたか？裏でめっちゃ見てましたよ。コメントとかもメラメラ言ってます。メラメラ言ってた。どうでした？まあですね、はい、突撃とか突撃そう言ってた割には結構慎重にプレイされてましたよね。まあ見ていた限り、ただそれでも若干足りない部分はあります。はい。ですがまあ旧大点はあげても、あ、先生から旧大点が。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ先生の弟子みたいなもんですからね、はい、ここら辺はちゃんとやらないと。ちなみになんですが、あの番組の最初の方に言った視聴者プレゼント、はいはい、クリアしたのであります。なんと姫石1個がもらえます。やった。ありがとうございます。これはだって私も1個もらえるんですもんね。そうですね、ご覧のシリアルコードを入力していただければ、ゆうきさんでも視聴者の皆様でもぜひいただくことができますね。先生もですよ、もちろん。私のおかげ、まあ、なんでなんでラブリスドロップしませんでしたね。まああれは運なので、うん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 、まあしなくてもまあ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 いいかな。あとルナリスに頼りすぎでしたよね。いやーヒプノス強いな。次回もしもこういう機会があればルナリスちょっと抜いた方がいいんじゃないですかね。私の主力なんですけども、抜いてしまいましょう。まあ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 提案としてね、一提案としてね、もしかしたら次機会があれば縛りプレイをしてみましょう。わかりました。まあそんな機会があればやってやりますよ。やりましょう。はい、ということで今回は視聴者の皆さんプレゼントもありますので、ちゃんとシリアルコードを入れて、石をゲットしてください。本日はここまで、見てくれてありがとうございました。バイバーイ。実際裏で何言ってたんですか？結構あのボロクソ言ったかもしれない。本当に放送までお楽しみみたいな、うんうんうん、ボロクソ結構あのあれはダメだろうみたいな、え、これやっちゃうみたいな。嘘、うん、福士先生そういう人？途中ちょっと汚い言葉遣いになった。嘘